嬉しいな。ああ、出てきてくれない。どうしたらいいんだろう。そうだ、こういう時は猫の気持ちになって、にゃーお、にゃーお。すぐ何してるんだ。うわぁ、二人ともいつからいたの。今来たところだけど、なんで猫の真似。さては、来年の隠し芸大会のためにモノマネの練習してるってわけだな。え、そんなことしてないよ。そうじゃなくて、そこの路地に隠れてる猫を呼んでたんだ。猫？どこにもいないみたいだけど。あの段ボールの後ろに隠れちゃったんだ。見たのは一瞬だったけど、多分猫屋さん家の子だよ。ああ、あの愛想が悪い三毛猫か。あいつ全然懐いてくれないんだよな。小学生の頃からの顔なじみなんだけどね。でも今日こそはあの子と仲良くなってみせるよ。お、ツグが燃えてる。よし、それなら私も手伝うぞ。私も手伝いたいのは山々なんだけど、猫か。あれ、猫苦手だったっけ。あ、いやいや、苦手じゃないよ。むしろ猫は好き。でもなぜか嫌われちゃうんだよね。どの猫も撫でようとすると引っかいてくるし。そういえば他の動物にも懐かれないって言ってたよね。電気屋さんが飼ってる旧館長もサーヤだけ無視するもんな。あの旧館長、話しかけるとめちゃくちゃ喋るのに。何度も挑戦してるんだけどね。何が原因なんだろう。大丈夫だよ、サーヤちゃん。人にはすっごく好かれてるから。そうそう、特にモカは懐いてるぞ。いい匂いがするって。ごめんごめん、気を使わなくていいよ。まあそういうわけだから、猫には近づかないでおくね。ああ、まずは私たちが仲良くなってからの方がいいかもな。よし、じゃあ私らで頑張るか、ツグ。うん。隠れてるのは確かあの段ボールだったな。おい、そんなところに隠れてないで出てこいよ。出てきてくれたら思いっきり遊んでやるぞ。出てこないね。本当にいるのか。鳴き声も聞こえないけど。本当にいるよ。一瞬だったけど隠れるのを見たもん。もう少し頑張ってみるか。ほら、いい加減出てこいよ。にゃーにゃー。トモエ、全力すぎ。段ボールの後ろから紙袋が出てきたけど、この袋、三毛猫みたいな柄だな。もしかしてツグが一瞬見たのってこれ。そうみたい。全然猫じゃなかった。紙袋に話しかけてた私は一体。ごめんね、トモエちゃん。あはは。ところで、二人ともこんなところで何してるの？ああ、そうそう、ツグに会いに来たんだよ。サーヤと出かける話になってさ、ツグも来ないかと思って。みんなでお出かけなんて楽しそうだね。今日は家のお手伝いもないし、私は大丈夫だよ。そう来なくっちゃ。じゃあ次はハグミとアコだな。今日はハグミ、お店の手伝いはしてないみたいだね。電話してみよっか。はぐみちゃんとあこちゃんならさっき見かけたよ。え、本当か。うん、洋服屋さんの前で何かしてるみたいだったよ。へえ、でも今日はあの店休みじゃなかったっけ。そういえばそうだよね。まあ行ってみようよ。洋服屋さんならすぐそこだし。